はい、大将です。えー、っと、日曜日、天皇賞、春、えー、予想していきたいなと、えー、思っております。えー、週始めにですね、えー、っと、まあ、展望と言いますか、まあ、先取り予想をしたんですけど、あんまり変わってないですね。まあ、あ結局、うーん、帝王ロイヤル、ドレッツァ、サリエラがやっぱ人気してしまいましたね。そうなりますよね、このメンバーやったらね。 まあ、荒っぽいところ、まあ、いろいろいるんですけど、うーん、ここはシンプルにもう行こうかなと。まあ、この印つけてる4等が、この4等じゃないかなと思ってるんですけどね。まあ、ブローザ本はまあ、さらに200伸びて折り合いに課題があるということで、うーん、まあ、頭はないかなという感じがしますけどね。ディープポンド、さすがにもう、 うん。ちょっと前世紀過ぎてますね。タステーラも。モレイラ乗って、モレイラ乗って2、3着は精一杯なんやないもし来ても。まあ、ないと思ったけど。まあ、シルバーソニックもさすがに3着まででしょう。まあ、サボーナ。うーん、どうかな。まあ、京都に変わって。まあ、切れる足はあるんでね。スローの瞬発力勝負たら2着ぐらいあっていいかなと。 いう感じかな。ワテンローレオ。まあ、ノリがに、ね、人気不正逃げたらおもし3着とかやってありそうかな。どうかしたらドレッツァとかもう、帝王ロイヤルもうこれ行くんやないもう行ったらもう、硬そうやけどね。チャックネイト。まあ、そうね。休み明けで。 2,500以上勝ったことがないというね、鮫島くん乗り換わり。まあ、ないかな、3着。よう来て3着。スマートファントム。穴はこれかなって思ってたんですけどね、スマートファントム。まあ、最後、スローの瞬発力勝負たらこれ突っ込んできてもいいかなって思えたけど、まあ、過去10年、えー、3着以内30頭、えー 去年のシルバーソニックがまあ、海外帰り、あとダイヤモンドステークス1着が、えー、2と、それ以外全部 G2 以上ですね。まあ、ほぼほぼ G2 以上からのまあ点線じゃないと来てないという、やっぱメンバーソロワンなりにもある程度の格はやっぱ保たれとるかなということで。 まあそうなってきたら、まあスマートファントムとか、まあゴールド、なんとかおったね、ゴールドプリンス、セス。まあ参照クラス一応買ってきたとはいえ、まあここじゃ、まあ確的に足らないかなという感じはしますけどね。まあスマートファントム、まあこのメンツやったら3着ぐらい突っ込んできてもおかしくないけどね。まあなんかもうそれっぽいのが多いので、 まあ馬券はシンプルに、この印の4頭がかつての馬炭でいきたいなと思ってます。もタスティエーラとかまあブローザホーンあたりのもう頭はなしとサボーナとかね、いうことで、とりあえずこの4頭、サリエラ、ワープスピード、ドレッツァ、テオロイヤル。この4頭、馬炭なり、馬鹿なりボックスですね。 生まれんやったら6点。馬またんやったら12点。これもうとりあえず厚めですね。厚めで、で、さらにこれですね。2着付けを何頭か入れた、馬またんフォーメーションですね。こちら。もう3着はなんか臭いのが多いので、もうシンプルに馬またんでいきたいなと思っています。サリエラかワープスピードが頭やったら結構つきますね。 まあ、テオロイヤルかドレッツァがまあ、格好つけそうな気がしますけどね。まあ、G1 なんでね。うーん、こんな感じかな。うーん。え、ただいまね、えー、っとね、9 0 0 0まあ、地方とか入れて9 0 0 0連続的中しております。まあ、2つぐらいガミもありますけどね。まあ、まあ、絶好調でございます。えー、サムネにもありますようにね。なかなか、まあ、馬券も、 馬タンで買ったり、三連単で絞って買ったり、三連服で行ったり、一等軸、ボックス、いろいろ買ってますけどね、そのレースに合わせて買っていきたいなと、まあ、これ、三着が臭いんで、まあ、このレースは馬タンでいこうかなという感じで、馬タンにしました、シンプルに。もうとりあえず、この印の4と、ボックス集めで、まあ、さすがに帝王ロイヤルドレッサで決まられてほしくはないよね、さすがにね。 うーんどっちか来ても、まあ、サリエラかワープスピードもしくは、まあ、2着付けの馬が2着で来るというような感じがね一番ベストだと思います、まあ、3連携買うならもう帝王ロイヤル1等軸で流したらいいんじゃないかなと思いますけどねまあまあまあこれも当ててねちょっと10戦連続的中を狙っていきたいなと思っております天皇賞当てたいですね それでは、大将の、えー、天皇賞春、えー、最終決断でございました。まあ、サリエラですね。期待ですね。まあ、ディープで、豊かで、サリオス、まあ、サラキアの、まあ、決闘なんでね、いいと思っております。それでは、ありがとうございました。<laughs>